チャールズ・ティルマンは、イリノイ州シカゴ出身の元アメリカンフットボール選手。現役時代のポジションは、コーナーバック。2003年から2015年まで NFL のシカゴ・ベアーズ、カロライナ・パンサーズでプレーした。愛称はピーナッツ。彼は、シカゴで生まれたが、アメリカ陸軍軍人である父親の配属された場所に、応じてしばしば引っ越しを余儀なくされ、 オハイオ州やドイツなどの11の学校に通った。テキサス州の高校を卒業した後、ルイジアナ大学ラファイエット校に進学しそこで4年間左サイドのコーナーバックを務めた。2003年の NFL ドラフト2巡目全体35番目にシカゴベアーズに指名されて入団した。1年目から先発コーナーバックとして起用されて4インターセプト83、83タックルをマークした。 このうち第15週に行われたミネソタバイキングス戦ではエンドゾーンでランディモスと競り合ってインターセプトしチームに勝利をもたらした2004年は怪我の影響もあり満足できる成績を残せなかったが2005年には5インターセプト93タックルをマークし95ヤードのインターセプトリターン TD も上げた彼の活躍もありベアーズは NFL1 位の守備成績を残した。2006年、彼は、ベアーズのディフェンスバック最多となる80タックル、チーム最多タイとなる5インターセプト、1ファンブルフォースの成績を残したが、背中の負傷で最終戦を欠場した。この年ニューヨークジャイアンツとの対戦を前にして、プラキシコバレスによって、ベアーズのディフェンスバックは大したことがないと言った。 発言がされたが試合ではわずか1回のキャッチに抑えインターセプトも奪った。ベアーズファンの多くはディアンジェルホールやロンデバーバーよりもインターセプト、タックルを上げている彼がプロボールに選ばれるべきだったと嘆いた。2007年7月24日、ベアーズと6年契約を結んだ。同年12月8日にはウォルター・ペトンマン・オブ・ザ・イヤーのファイナリストにノミネートされたことが報道された。 その一方で12月、ミネソタバイキングス戦でのホースカラータックルに対して7500ドルの罰金が課せられた。2009年1月に肩の手術を行い、同年6月に行われたチーム練習には回復して復帰した。その後7月には背中の手術を行い、プレシーズンゲーム4試合も欠場したが9月7日に練習復帰し、開幕戦への出場をアピールした。 2011年第10週のデトロイトライオンズ戦では、インターセプトリターン TD を上げるとともに、カルビン・ジョンソンにタッチダウンを許さない活躍を見せた。この年チームは、パスディフェンスで NFL7 位、ティルマンも初のプロボールに選ばれている。2012年、第5週のダラスカウボーイズ戦、第6週のジャクソンビル・ジャガーズ戦で、それぞれインターセプトリターン TD を上げた。これで彼は、 チーム新記録となる7インターセプトリターン TD を達成、第5週には NFC 週間 MVP 守備部門に選ばれている。第7週のデトロイトライオンズ戦でも7タックル、2ファンブルフォースの活躍を見せて、週間 MVP に選ばれた。この試合で、キャリア32ファンブルフォースに記録を伸ばしている。10月の4試合で2インターセプトリターン TD、2ファンブルフォース。 23タックルを挙げた、彼は10月の NFC 月間 MVP 守備部門に選ばれた。この年、2度目のプロボールに選出された。2013年、上腕三頭筋を痛めたため、11月11日に故障者リスト入りした。2014年、オフシーズンにベアーズと1年契約を延長した。9月14日のサンフランシスコ 49ers ナナ。 戦で右上腕三頭筋を断裂、シーズン絶望となった。2015年4月9日、カロライナ・パンサーズと1年契約を結んだ。11月2日のインディアナポリス・コルツ戦で、アンドリュー・ラックからインターセプトを奪い、29から26の勝利に貢献した。レギュラーシーズン最終週のタンパベイ・バッカニアーズ戦で、膝を負傷、1月3日に、 MRI 検査をしたところ ACL を断裂しプレイオフ欠場することとなった2016年7月18日現役引退を発表した現役引退後は FBI のエージェントを務めている乱守備に優れており多くのファンブルーホースを挙げている2012年ベアーズに加入した WR ブランドン・マーシャルについて練習でマーシャルと対峙することは ベアーズ守備陣の強化につながると語った。ありがとうございます。